私は日本キリスト教団の引退牧師の宗藤正僧、86歳です。今日は8月6日に平和公園で犠牲者のために市内のキリスト者が全員集まりまして、キリスト者の集会を開きまして、そして私たちキリスト者としてこういう核の問題に対してどう生きていかなければならないのか、そういう問題について話しました。そしてその中で私は自分の原爆体験を話しながら、自分たちの各時代の生き方というものについてお話をしたということでございます。私がその時に話した内容の一番ポイントは、その原点は何かというと、原爆の慰霊碑に刻まれております安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませんからというその言葉にあります。これは主語はありませんけれども、主語は言うまでもなく日本人ですね。そして同時に全人類一人一人であるということです。過ちは繰り返しませんと、過ちは二度と繰り返さないという決意を犠牲者に誓っているわけです。ですから私は自分が大きな過ちを犯した負い目を負っていると、私はその時キリスト者ではありませんけれども、その戦争中にキリスト教会はあの戦争に協力しました。そして大きな間違いを過ちを犯したわけですけれども、そういう意味で私は被害者というよりも前に、本当に多くの犠牲者を生み出したあの加害者としての責任の一端を負っているというふうに考えてまいりました。あの侵略戦争、軍国主義の日本の帝国主義、そういうものに対する深い批判と反省の上に立って、そして平和憲法を守るということがまず第一に私たちに課せられている、過ちは繰り返しませんということの意味だと思います。同時に全人類が主語です。で、人類は科学も進歩をしてまいりました。そして科学の粋を集めたあのマンハッタン計画によって作り出したものは、人間を抹殺する原爆でした。人間を本当に幸せにする、繁栄をさせる、そういう目的のためにある科学を人類滅亡のために使った大きな犯罪、そういうことが二度と繰り返されないようにということを願ったわけです。で、私たちはこの原爆に対して本当に二度と繰り返さないために、まず私たちは自らの罪を悔い改めるということから始めたいと思います。アメリカを責めるとか、何かリメンバー広島というような気持ちではなくって、ノーモア広島と申しますけれども、目には目を、歯には歯をではなくって、許しの心を持ってあの出来事をしっかりと捉えて、そして私たちが二度と同じことを繰り返さない、そして、過ちには恨みには恨みを持って報いない、そういう気持ちを持って考えていかなくてはならないと思っております。で、私たちは今核時代に入っている、そして核文明の中でがんじがらめに縛られているわけですね。そして核に反対したり、あるいは原発に反対すると、何か気違い扱いにされるような、そういうような状況でます。
もう良心的に理性的に核のを反対することができないような、そういう状況の中に置かれているわけですね。いわゆる立ち入り禁止状態、オフリミッツ、そういうもの、良心と理性のオフリミッツの状態の中に置かれているわけですけれども、私たちはそういうものの中に組み込まれて一本のねじくじのように利用されている、本当に無自覚な、そして本当に無反省な生活をしている人が多いと思うんですけれども、私たちは誰から本当に気違い扱いにされようとも、気が変だと、異常な人間だと言われようとも、この核に対して廃絶をする、核のない世界を作る、そのことに使命を感じるということが大事である。それがあなたはどこにいるのかと神が問われておりますけれども、私たちはその神の問いに対してそれを答えていかなければなりませんけれども、本当に良心的に理性的に現代の本当の危機というものを見つめて、いかなければならない、そういうことをその話の中でいたしました。以上、私の報告、広島における8月6日のキリスト者慰霊の集いの集会のお知らせを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。